界情勢とつながっていくってことなんです。仮想敵国にされてる国ってあるでしょ、いくつかね。ハニートラップかけてきたりとか。あ、ありますね、それは。命の危険って言うんですかね。何で殺したんですかなんて言われてね。怖いって。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、対談という形でとある方とのコラボレーション、ピッピッピーの動画になっております。それがタイトルにもあります、元公安警察という肩書きを持つ年齢不詳の男、北芝健さんという方でございます。会いたかったぜ。この方なんですけども、僕ら世代の人であれば昔一度はテレビ等で見たことあると思うんですけど、地上波で事件の捜査を行う番組で、現在は終了してるんですけど、テレビの力なんかに出演されてましたね。その時はプロファイルといって、その事件性とか手口とか痕跡とかから、まあ、犯人像を特定していく技術っていうのをこの日本に初めて持ち込んだ人としても登場したんですけど、この方ですね、元公安という肩書きのためほとんどの情報が世に出てないという人なんですね、この令和にね。でね、公安って言ってますけど、この公安って一体何なのかと言いますと、これもまた非常に機密性の高いシークレットの存在でして、ウィキペディアには、国家体制を脅かしうる集団を専門に取り締まる組織であり、活動内容を秘匿にしているため実態が表だって知られていない、また機密性が高く高度な情報収集能力も要求されるため、警察組織の中でも相当に上位の実力を持つ者しか配属されないと書いてあります。正式には警備警察の一部門で、その機密性からネットではですね、捜査のためなら違法行為でも何でもするとか、公安に目をつけられたら最後とか、もう行くとこまで行くと公安とは殺人集団なんて噂が立っています。そんな公安にもともとおったと、いやこれは行くしかないでしょということで、多分この世でそんなこと言ってんの北芝さんぐらいなんですよ。なので今回お会いしまして、そのネットの噂、僕が気になること、そういった真相などを聞いてきました。早速見ていただきましょう。どうぞポリス。本日は二馬車様の応接室で撮影させていただいてます。二馬車といえばこちら、深夜の放送部、消去覚悟の怖い話ジョー、絶賛発売中です。買ってください。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。さあというわけで、今日はですね、動画で未解決事件だったりとか、いろんな事件系の動画結構取り上げてるんですけども、まあ、僕の視聴者であればおそらく名前知ってる方は非常に多いと思います。というのもですね、僕が知ったのが2006年のテレビの力、とある事件を番組を立てて解決していくっていう、そこで僕は北芝さんがプロファイリングっていうのをされてるのを初めて見たのがきっかけかなと。でそこからもう16年ですか、越しになんとお会いできるということで、今日非常に楽しみな部分もあります。ではもう早速ね、ご紹介させていただきます。元公安でございます北芝健さんです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先ほど打ち合わせを軽くさせていただきまして、はい、でちょっと第一印象なんですけど、僕の中ではその本当北芝さんって調べていただいたら分かると思うんですけど、もう全く情報が載ってないんですよ ね。もう数字の情報が全く載ってないもんですから、どうこう事前に調査したらいいのかとか、年齢であったりとかっていうのは非公開な状態でして、なので今この打ち合わせでどういった方がっていうのを知ったっていう感じなんですけど、だから僕が分かる情報っていうのがこの写真とかだけなんですよね、書籍であったりとか。そこではですね、非常に何ですかね、ちょっと言い方悪いですけどお堅いというか、ちょっと怖い印象があったんですけど、打ち合わせで思ったんですけど、この人やばいですそうですねもう印象が180度変わりました。非常にフランクというか明るい方で、なので今日はちょっとその公安とは何なのかと、現役だった頃のお話とか、はい、可能な限り聞いていければなと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。で一応ですね、ルールというか、非公開の組織ではあるので、もしこの質問の中にちょっとこの質問は僕でも答えられないかなっていうのがあれば、 NG の札を上げてくださいという提案をさせていただいたら、打ち合わせで大丈夫ですよあ、全然大丈夫ですよ、もう別に大丈夫、もう言っちゃいけないことがないですよみたいな、多分ありますよねまああるって言ってもですね、はい、隠してるんで、あ、ないって言っちゃうんですよ。なるほど。タブーゼロみたいなね。ちょっと卑怯なのかもしれないんですけど、まあ例えばですけど、じゃあ公安のどこどこに何々があるっていう噂があるんですけど本当ですかって聞いた時に、北芝さんが例えば NG の札を上げるとするじゃないですか、そうなると僕の中では答えは、あ、実際ある方が濃いのかなみたいなっていう結論に至れるじゃないですか。ですね、はい、じゃあもうそれももう完全に予測されてたってことですか。それも予測してですね、はい、あるかもしれないですねみたいなね表記に答えると。なるほど。あ、もうじゃあ見透かされてたんですね。でそこはどうせ時間が過ぎればこういう YouTube とかは終わってくるんで、はい、次行かなきゃいけないんで、はい、っていうのを読んでですよあ、そこまでも予測されてるんですか。うん、なんかね、すごい性格がね、子供の頃からあざといっていうか、これはちょっとなんか、あ、じゃあ今ここでその打ち合わせ中に出た北芝健というのはどれぐらいが本当でどれぐらいが嘘ですか。100%本
ことを言ってんですが、はい、情報でね、いろんな例えばプーチンの悪口とか言うじゃないですかあれは本当なんだけども、はい、ギリギリ出てる情報だけを喋ってるんです。あ、なるほど。でいかにもなんか取って出しみたいなね、はい、風で言ってるんだけどもどっかに書いてあったりどっかで誰かが喋ってる。じゃあご自身しか知らないとか、そうそうそう、非公開の情報は全然ないですよ。へー。で僕だけしか知らない情報っていうのは言わないんですよ、あざといんで。はあ、あ、でも今の言わないんですよの時の目つきが今日初めて見た目つきでしたっていうのもですね、北芝さんが、まあ、この日本国内にまあ、凶悪犯罪であったりとか連続殺人のプロファイリングっていうものを最初にやられたんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。そうですね、多分警察部員の中で僕は最初だと思うんですけどね。ですよね。っていうのはあまりにもいろんなテレビ出てる人が憶測のものを言ってて、はいはいはい、外してるんで、あ、なるほど、じゃあやっちゃおうかなみたいな感じが2006年ぐらいですかね、はい、その番組のこともちょっと後半もし聞ければ、はい、聞けていければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまあちょっと早速なんですけども、まあ、質問内容といいますか、はい、公安とは何者なんですかと、まあ、事前に皆さんには、まあ、公安ってこう言われてますよとか、まあ、こういう組織ですよって言うんですけど、まあ、その情報もそれだけしか世には出てなくて、じゃあもうその北芝さんから見た公安というのはもう何者なのかというところで、はい、そうですね、警察の一部門であることは間違いないんですけども、はい、普通の刑事警察をやったんですね、はい、でその前に交番勤務やってです、はい、交番勤務の時は交番にいて、まあ、職務質問で表出たりなんかしてたのが刑事になると、はい、まあ要するにさばいたり質問したりとか調べたりとかってやってんですよ、うんうん、でそこで終わっちゃうと思ったら公安ってのがあって世界情勢とつながってで行くってことなんですよ、うんうん、公安になると。で公安っていうのは公安警察ってなってるんですけど、実は正しくは公安外事警察。ほう、なるほど。じゃあ刑事がまあそのイメージ通り国内の凶悪事件であったりとかっていうのを裁くお仕事、ええ、じゃあその外国とか海外の犯罪であったりとかそういったところをつなげるというか。そうですね。だからその北芝さんっていうのは言葉に優れてるというか語学に優れてるっていう情報があったんですよ。 その試験に合格して公安となるって書いてあったんですけど。あ、そういうのありましたね。警視庁の外語研修ってのがあって、はい、まあ、いろんな語学あると思うんですが、はい、まあ、一番メジャーで世界で一番強い英語っていうのを警察で力入れてるわけですよ、はい、で朝9時ぐらいから始まってお昼ちゃんと食べて午後4時には授業終わっちゃうっていうのを半年やって、ほう、あ、それはもう英語の授業ですか。そう、英語の授業ですね。それで、まあ、選抜試験、はい、いろんな県警とかあるんですが、はい、いくつか、はい、それから中間試験卒業試験で、まあ、要するに全部勝っていかなきゃいけない。はいはい、まあ、全部勝ったんですけどね。へー、全部一番っていうか。へー、それで実は裏があってイギリスに暮らしていたんですよ昔。ほう、言っちゃって大丈夫なんですか。言っちゃっていいんですよ、うん、全然大丈夫です。初めて聞きましたし、うん、乗ってなかったですけど。乗ってないんですよね。乗ってないですよね。乗っけてないんですけど、ね、乗っけてないですよね。それはいつぐらいにイギリスにいらっしゃったんですか。大学生の時ですね。ああ、なるほど。じゃあ警察官になられる前に、大学生の時にアメリカンフットボールやってたり空手やってたりしてて、はい、まあ、他にもいろいろやってましたけども、父親がね権力者の一部みたいなところがあって、でお金もあるし頭もいいし、ね、性格も強いって人で、まあ、出てる情報ではご両親ともにお医者様である。そうですね、じゃあ結構の権力者。そうですね、権力者ですね。解剖見ながら育ったんです。公安っていうのはスカウトなのか。公安はスカウトですね、ほとんどね。へー、こいつすごいから公安入れようかみたいな、うんうん、上層部みたいなので、はいはい、検討して。公安に行くと機密全部見られるんですよ。よくネット人であるように巡査であいつ辞めたから見られないんじゃないみたいなこと、はいはいはい、ところが司法警察員っていうのは刑事なんですけど、ね、はい、でまあ例えば警部になっても警視になっても見られる情報は一緒、うん、僕も一緒、うん、みたいな感じでなりましたね。で公安になられたと。そうです。じゃあこの公安というのはさっきのちょっと話に戻るんですけど、基本的にどういったことをされたんですか。まあ、基本的なことで町の刑事犯罪を解決したり調べたりするのがデカ。はい、まあ、公安もデカなんだけども、公安のデカっていうとちょっとすごいっていう感じで、うんうん、まあ、優秀というか、うん、秘密もあるだろうみたいなね、はいはい、その通りなんですよ。へー、公安に行けなかったっていう人が9割で、行けちゃったっていう人が1割の中の 10% ぐらいなんです。へー、相当狭き門というか。そうですね。で公安の人は僕みたいにフリーになってから公安だってことは絶対言わない人が多いんだから。
ですよね。そうなんですよね。僕は全然言っても大丈夫なんで。それはなんでなんですか。まあ、殺されても機密は言わないタイプなんで。なるほど。言わない理由というのは、うん、公安だって名乗ると、まあ、ちょっと危ない勢力から狙われたりとか。そうですね。その情報を知ってるっていうことになるんですか。まあ、いろんな命の危険っていうんですかね。まああったっていいじゃないみたいなね。どうせ命終わるんでしょみたいなね。すごいですね、うん、じゃあちょっとこれさっきの、まあ、機密、これは北島さんはどうなのか例外なのかなと思うんですけど、国民の公安に対するこのイメージっていうのは、まあ、正直良くない、若干ですけど諜報活動の印象が強い、海外で言うと CIA みたいな、ちょっともう警察とかとはちょっと離れた。そうなんですか。そうですね。もちろんそれありますよ、はい。まあ、ちょテレビ朝日の番組だったかな、何人殺したんですかなんて言われてね、一人も殺してませんみたいなね。ちょっと僕聞けないなと思って、質問にやりたいなかったんで、ありがとうございます。殺せないことはないんですよ。いや、殺せるんだけども、そんなことは、ね、殺さないだけ、まあ、そこのルール的なものはやっぱ日本国憲法とそこが例外になるっていうことはあまりないですか。ね、先祖がね、桓武天皇なんで、日本国憲法とかね、あんまり考えたことない。ごめんなさい、引っかかるところがいくつかあったんですけど、だからうう先祖は桓武天皇、先祖桓武天皇、あと冗談で言ってないですか。冗談で言ってないですか。冗談で言ってないですよ。普通だったら秘密にされることじゃないですか。 で、まあ、描かれてるものの中には、こう自分が家族にも公安をやってるってことが言えないみたいな話が、あ、そういうの昔ありましたね。昔はあったんですか。普通のデカやってんだよみたいなことをかみさんに言ってんだよって言ってた公安の人いるんだけど、なんでそういう必要あんのみたいなことをね、言う人もいたし、まあ黙って聞いてましたけど、まあニヤニヤしてましたね。またまたみたいな感じだったんですか。悪いっすね。悪いっしょ、うん、自衛隊にもそういった、まあ、組織いらっしゃるじゃないですか。通常の宗教の儀式も、まあ、アメリカがよく知ってますけども、はいはい、すごい優秀なんですよ。はいはいはい。モサドっていうのは有名ですけども、はいはいはい、イスラエルの、ね、情報機関、あれと日本の情報機関は同等だって言われて、警視庁警察学校って中野にあるんだけど、はい、陸軍中野学校あったんですよ。へ、そこで育ってるんで、夜な夜ななんかお化け出てきて、お化け出てきて、うん、陸軍中野学校の亡霊出てきて教えてくれたりする。何をですかっていうことを言ってた教官がいて、はい、そうなのかな、この人頭おかしいべってみんなで言ってた。で、自分のこと全然言わないじゃないですか、はい、でも自分もね、そうかもしれないと思ってましたよ。へ、なんかね、幽霊見たんですよ。幽霊見た、僕も見たんだけど、はい、夕日の中をね、庫内服ってのあるんですか、はい、制服なんだけど、はい、校内で着る、まあ、なんていう制服以外の制服みたいな、はいはい、それがね、ちょっと不思議なデザインが違うし、色も違うし、生地も化学繊維全然使ってないだろうって、はい、一瞬で分かるんですけど、はい、それが6人とか7人とか垂れ組んでいって、角曲がっちゃうってなって、それを子さんの人に喋ると、それ陸軍の中学校の校内服じゃないの、じゃあちょっと会おうかみたいなして、陸軍中学校の教官みたいなのがうちの裏に住んでたんですよ。で、行って、こここういう服着てました、着てたよみたいな、俺らを連れ育ったんだぜとかいうおじさんがいて、97歳だったんですけど、じゃあその時の、まあ、そこで亡くなられた方とか、そうですね、亡くなったのが相当何百人もいて、現役時代に自分公安ですよとは言われてないですよ。現役時代にね、嘘ばっかり言ってましたよ。じゃあやっぱり公安っていうのは、だからそれぐらい言えないこともあるんですけど、言ってもいいんですよ。はいはいはい、うん、だから、ね、年頃にしてたお姉ちゃんには言ってましたね。モテようとしてたんですか、公安使って。今でもそうだけど、モテたいなっていうのはずっとあるんですよ。男だから。まあまあそうですよね、うん、確かにかっこいいなとは僕は思うんですよ、まあ、さっきも言ったように日本のその情報機関っていうのはかなり世界で見てもトップクラスと肩を並べるがゆえに、おそらくですけど、例えばご家族がいる方とかは自分が公安っていうのを知られることで、まあ、人質に取られるかもしれないとか、そうですね、まあ、盗聴器仕掛けられるかもしれないとか、うん、まあ、そういったところから言わなかったっていうことですよね。それもあるでしょうね。だからやっぱり温情家なんですよね。はいはいはい。で、まあ、独身で冷たい人間だと、だいたい、ああ俺公安だよみたいなね、あ、結構言うんだけど、誰も信じない、ね、あ、自分で公安だなんて言うやつは信じない、ね、あ、で同僚が、あいつ公安だぜみたいな、あ、なるほどなるほど、そうすると信じると。へえ、あ、じゃあ警察の内部でも、あの人が公安だよ、あの人公安だよっていうのはあんまり知られてないんですか。あ、知られてますよ。あ、知られてるんですか。一応っていうのはフロアがあって、はいはい、そこに紛れ込んじゃって
で公安の部屋行っちゃうじゃないですか。はい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 。何十人とかいるんだけども、はい、まあ何十人っていうことしか言わないんだけども、はい、行くとファイルをパタッと閉じちゃって絶対見せない。あ、なるほどなるほどなるほど。じゃあちょっと、まあ、名乗ることは可能ではあるけど基本的にはそういった理由で名乗らないと。でも、まあ、この名乗ることに対して例えばですけど北芝さんが担当されてる事件とかその当時とか喋んないですね。だとしてももしかしたら喋っちゃうかもしれないから何かあって名乗らないでくれよとか公安ってなんか結構言ってるみたいだけど 何やってんのみたいな圧力じゃないですけど今もないんですか圧力。ね、キャリアって言われてるね東大法学部が一番多いんだけども500人ぐらいの人いるんですよ、はい、で大体まあいろんな人がいて単独で会うことないので、で大体まあ、ネットに書いてあることで信じてるのはバカだしみたいなね、はい、それで結局嫌疑ってのあるんですよ嫌疑、うん、はい、なんか嫌だ疑うみたいなこと嫌疑なんですけど、はいはい、それはあるんだけど証拠がないんですよね、はいはい、っていうのは一度も喋ったことないんですよ、はい、機密を、はい、だギリギリのとこ行って出てる情報だけ喋ると、うんうんうん、いかにもすごい情報を最初に出したみたいな、ここはもうなんか正確なんですけど、ね、それができるっていう、うん、じゃあ結構それに関してはまあ大丈夫な情報しか、まあ、出てないから。そうですね、実は去年までね、はい、大学院で某大学でパブリックインテリジェンスって教えてたんですよ。パブリックインテリジェンス、インテリジェンスインテリジェンスっていうのは要するに情報ってことですよ、はいはいはい、パブリックだから表に出てるってことなんで、それで表に出てることばっかり教えてたんですよ。で何9年ぐらい前に22人来たことあって、はい、学生が聞きに、はい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 、おかしくねえか普通大学院で5人とか6人でしょ、はいはい、と思ったら22人来たんだよ。みんな聴講生なんだけど、はい、みんななんか近い国の人が多いんですよ。顔見てもなんかモンゴロイドの顔してる。ほう。それで学校の方でびっくりしちゃってダメみたいなね、登録しない人はダメみたいな。学生じゃなかったんですか。学生なんですけども、もしかしたら台湾取るかもしれないって国があるんですよ。はいはいはい。台湾に対して特別な思い入れがある国の人が多かったですよ。それは解決というか結論はついてないですか。まあもしかしたらそうだったかもなって思ってると。もしかしたら年内か年明けに来るかもしれないと、うん、じゃあ結構そういう北芝さんが、まあ、過去の事件遡った時のこういう情報を知ってるっていうことを知ってる人たちもいるじゃないですか。その情報が何なのかわからないけど、それを知ろうとして、まあ、北芝さんにそのハニートラップかけてきたりとか。 ありますね。それは あるんですか。ありますよ。プーチンチンの国があるじゃないですか、はいはい、で綺麗な要するにヨーロッパ人みたいな女がいっぱい来るんですよ、はい、で一度もねハニートラップ引っかかったことない。やっぱボコボコにするんですか。ボコボコイギリス住んでたんで周りみんななんかそういう女ばっかり。だからなんかやっぱ分かるんですか。慣れてるんです。こいつなんとかだろうみたいなね、うん、政府の機関だろうあそこの国のみたいなね、はい、となると飯は食うんだけどちょっと用事あるから俺って帰っちゃう。私どうしたらいいのみたいな。どうしたらいいのっていうか報告しろ電話でみたいな、そんな感じですけど。かっこいい、うん、そういう、うん、年月だったですよ。それもピタッとやめるんでしょ。その人暴れたみたいな顔をするってことでしょ。それでね待ってる女たちがいっぱいですよ。ロビーで俺が入ってくるの分かって、でその中で一番好みだろうと僕はね思う人が一緒にエレベーター乗ってっちゃう。それでその時に誘ってくるんだけど乗っかったことしてもない。結構ベタなんですかそういう。ベタはあんまいいとこですね。へえ。危なっと思った時もないですか。ハニートラップ以外でもあるじゃないですかそういう。例えばですけどこうお酒を飲ませて。ありますねそれね。きっかけするとか。お酒飲めないですよね。あ、なるほど。で飲めるふりはできるんですよ。はいはいはい、グイぐらい行くんだけどそれやめちゃう。へえ。であとで植木鉢とかにやったりとか、全然言わないんですよ。服の中に染み込ましてくるんですよ。じゃあその 今でこそですけど若い時はもうほぼ日々毎日気が張ってる状態というか。全然ないですね。それはどうなんですか。若い時っていつから知ってるのか分かんないけど、まあ、公安になられた時ですよね、まあ、年代はね分からないですけど公安になった時はね緊張も何もしないんですよ。お公安に行けたんだみたいなね、幸せみたいな感じですよ。なんか常にこう警戒とかしないんですか。全然しないですね。一人にならないようにするとか。全然しないですよ、なんてことないんです。うーん、なんてことないんですね国内は、うん、さっきの話のちょっと派生になるんですけど、まあ、公安の一番の目的とかあとはまあ抵抗勢力っていうんですかね、どこと実際戦ってるのか公安は。そうですね、どこ一番対象にしてるのかなっていうのはちょっと気になりますね。仮想敵国に
されてる国ってあるでしょ、いくつかね。じゃそれってまあ日本を中心としてるってことですか。そうそう、日本の民をね休んじておけば僕ら辞めてもいいと思って、いなくてもいいんじゃないみたいな。まあちょっと最後の質問の、まあ、持ってこようかなと思うんですけど、ええ、じゃあ僕たちから見た公安っていうのはどういうふうな位置づけというか、どういう、例えばですけど警察だったら、まあ、市民の安全を守る国家公務員じゃないですか、自衛隊だったら国を災害や危険から守る国家公務員、そうですね、そういうふうな言葉があるじゃないですか。じゃあ公安ってなったらどうなるのかな。公安ってなったらそれを包括的に全部やるっていう、民を休んじておければ何やってもいいみたいな。ほう、だからウイスキーソーダも飲むみたいな感じですかね、はいはいはい、公安やりながらウイスキーソーダ飲むみたいなね、はい、民が休んじておければ飲むけども、ウイスキーなしでソーダだけ飲むっていうこともあるんですよ、民が困ってたら、はいはいはい、っていうのが公安です。それはもう24時間ですか。24時間ですね。へー、だから寝てる時が8時間ぐらいあるとして、あと24時間から8時間引いたのはいつも考えてるんです、民をどうやって休んじようかみたいな。今もそれは昔もうずっと抜けないですか。全然抜けないですね。死ぬまでおそらく。そう聞くと大変ですね。だそれはその生活とかは変わらないですか。生活変わらないですね。公安と警察ってあるじゃないですか、まあ、そこでいうとこの、まあ、目的がまあ外国の、まあ、そういった事件であったりとかってことですか、まあ、あ、そうですね、解決担当するのは。そうそう、うん、そうですね、あの何でもやりますよね。あ、国内の事件も全然やられるんですか、うん、国内の事件でも何でもそうですけども、テレビ局がアゴ足って言いますけどね、ご飯とそれから、まあ、要するにあの電車賃とか持ってくれたら、テレビカメラ回ってても事件現場行くなんてことずっとやってたじゃないですか、はいはいはい、今でも同じですよ。でどうせテレビだとかマスメディアって報道できることって限られてるんで、はい、家族が泣いちゃうとか自分の出世が止まるとか、はい、そういうことしか考えてないから、はい、自分は要するに自分の見解だけ述べて、じゃあね、でも犯人分かってるけど喋れないみたいなのがあるんですよ。その繰り返しでしたね。これちょっと皆さん気づきましたか。今僕ちょっといろいろ角度を変えて同じ質問を何回もしたんですけど、一つも革新的なことを言わなかったんですよね。そうですね。このいなし方はなんか勉強になるなと思いました。これはね、多分ね、あの対異性関係で使える。あー、なるほど、うん、あ、確かに。でもまあなさそうですね、北島さんは口が裂けても言わなそうな感じということが分かったんですけど、まあ、ちょっとライトというか、じゃその任務の中とかで命に関わる危険、まあ、これは警察と違って多かったんじゃないかなと思うんですけど。それはありましたけどね、あの結構高度なんですよみんな。あ、任務というか、エージェントとしてね、はい、あの友好国だったり、うんうんうん、敵対国だったりとか、まあ簡単に言うと人種が違ったりするんですけど、うん、それに相対して喋んなきゃならないことある。大体ホテルが多いんだけども、うんうん、港区とかね、はい、あの辺の。だけどもこっちはこっちで一緒に過ごす時間が3時間ぐらいあったとして、正体さらけ出したりはしないんですよ、はいはいはい、で向こうは探ろうとして、はいはい、まあ、リポートに書くんでしょうね、はいはい、夜にね。で朝上司にあげるんだろうっていうね、クリント・イーストウッドみたいなね人が来て、上司がよくわかんないけども、まあ、シワちゃんみたいな人いるのが想像できたりして、うん、こいつも大変だろうから少し情報して嘘の情報あげようかみたいな、うんうんうん、でも表出た時に嘘じゃなきゃったらいいんでしょみたいなね。こいつもなんか繋がって首がね、家族も養えて、不倫してたらその女の人もともご飯食べたり買ってあげたりできるんじゃないっていうことまで考えて、このくらいの情報を出すんですよ。なるほど、うん、ほうというので、まあ三方っていうか八方っていうか16方ぐらい丸く収まるような話をする。その時に1秒ぐらいで考えるんですよ。その駆け引きがないと結構危ないことになってるんですか。それがないと公安行けないですよね。へ、うん、普通に真面目な交番勤務やってデカさんやってっていうのだと公安は務まんない、うんうんうん、ここが大事なのかな。勉強ばっかりやってダメなんですよ、はいはいはい、で遊んでばっかり言ってもダメなんですよ、はい、殴り合いばっかりやってもダメなんですよ。その全部ができないとダメと思うんですか。まあ全部が A ランクいかないとダメです。あ、まあ、それはもう最低というか。そうですね、朝倉未来ぐらいの、まあ要するにあの殴り蹴りみたいなね、はい、レベルがあって、で東大法学部以上の頭があってみたいなことですよ。公安捜査員ってそうなんです。そうそう、
一つもねえな。じゃあ一つもないっていう主体者が言うんだったら僕もそうなんですよみたいなことでね、ああ偶然なんですよって言わないと花を持たせないといけない。これやばいな、死んだなと思ったことありましたか？ありましたね、5回ぐらいですかね。なんか路上に横たわっててね、これ死んだかなと思ったんだけど、なんてことないんですよね。で帰りなんか好きなもの食って帰って、エビチャーハンですけどね。あ、エビ好きなんですか？いや、エビチャーハンしかなかったの、その時に持ってる金がね、はい、でエビチャーハン食って、あー五体満足で帰ってきたみたいな。でまた家帰ってくるとまた嘘言って、まあ何を嘘言うかっていうと、今日行ったことと違うこと言うんですよ。それでね、あの民が休んじてるって、民っていうか家族休んじてるってことになるね。なんかちょっとあれですね、なんか戦隊ヒーローみたいですね。なんかちっちゃい頃に見た、そうですね、なんかイメージとしては、うん、そうですね。変身して違うところから出てきて、あー今日も何もしなかったみたいな会話をするみたいな。そうですね、うん、そういうのに近いかなって感じですね。でも少なからずこうボロボロになってる時とかあるわけじゃないですか、うん、っていうのはね、外でね顔洗ったり手の血洗ったりしてね、綺麗にして、大丈夫でしょ俺って感じで。それが仕事ってなんですもんね。そうですね。例えば、まあ、北島さんみたいな絶対言わない人だけじゃないと思うんですよね、まあ、買収されてしまったりだとか、それで情報を言ってしまった、この情報公安しか知らないはずなのに漏れてるぞってなった時ってどういった措置が取られるんですか？そうですね、止めますね。止める。あ、まず銀行のカード落っことしちゃったとか、はい、クレジットカード落っことしちゃったと同じで修復活動するんですが、はいはいはい、あの情報は使い物にならんよっていうのはもっとマークんですよ、3倍とか5倍ぐらい。だから上司に報告しても、お前恥かくでしょみたいなことをそれとなく広めるんですよ。だからもう、いや、それもういろんなところで言われてる都市伝説ですよとか、その情報もここのネットに載ってますよって、例えばネットの掲載の日付を捏造して本当にその時に書き込まれてたかのようなことを偽装したりってことですか？もうその通りですね。ですよ、だけどね。ですよね、これすごい嫌ですね。もうもろやったんで。こんな大昔出てましたよ、こんな情報っていう、うん、あ、すごい、やっぱ思ったより現代デジタルなんですね。そうです、デジタルですね。だから意外とこう、まあ、イメージとしては警察であったりとか組織はこうデジタルに疎いというか、こうやっぱ足で操作するアナログっていうイメージが強いんですけど、足で操作してたのは刑事警察の時ですね、はいはいはい、靴は減るし、あの背広はボロボロになるしっていうんだけど、背広ただなんです、実は。あ、そうなんですか？2年に1回ね、あるメーカーの人がねくれるんですよ。へえ。だから背広買ったことない。あ、そう、もらえるんですね、あれ。支給なんですね。いけないんだけど。じゃあ皆さんがこれ言っちゃいけないんだけど、もう本当なんです。じゃああれ着てるのは、なんかあえてそのなんですか、ジンクス的なので着てるとかいうわけじゃなくて、あれいただけるんですね。あのちゃんと作ってる人もいます。あ、うん、金持ちの子供っているんですよ、警察にも。はい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 。でものすごい金持ちの子供ってあつらえた服着てる、見たら分かるんですよ。で僕らは親金持ちでも自分が貧乏だったらすごい吊るしのひどいのを着てたり、であるいはもらったのを着るんですぐ分かっちゃう。靴も、靴に金かけてるやつは相当生活レベルがいいだろう。なるほど、靴で分かる、ね、この靴だってね1万円ですからね。じゃあ生活レベルは そこまで高くないと。そこまで高くないですね。分かるでしょ。まあ、でも前あえてねそうしてるっていう可能性ももちろんありますからね。実際にこれ一番辛かったなというか、もうこれがやってる中で一番だな、サミットの時ね、いつのサミットって言わないですけども、はい、羽田空港ってっていう空港があるんですよ、はい、そこに8日間ね室温38度で寝泊まりした時に眠れなくて辛かった。寝つきが悪い、38度。え、それはもう、まあ、なんだ、張り込み的なものなんですか？いや、警備的な、そこにいてって言われた。なんか事件起きるかもしれない。雑ですね。例えばイギリスとかフランスとかドイツとかアメリカとかの首脳が何かあった時のためにデカがいた方がいいと、はいはいはい、それも、まあ、外国語喋るデカがいた方がいいっていうんで朝からバンバン使われるんですよ。はい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 。本当にひどいなと思ったんだけども、待機でいいんじゃないみたいなね。あ、です、別室で待機したらいいじゃないですか。俺たちセキュリティ要員でしょみたいなことなんだけども、遊ばしといちゃいけないってやつがいてね、おじさんがいてね、警察のね、お前ら仕事しろみたいなね、何言ってんだこの野郎と思うんだけども、口だけなんですよ。だから、ね、
野郎ぶっ殺したバカ野郎って言いながらおしっこしてるで、外に出てくるとおじさんに会うとあこんにちはそういう人ですよ。そういう方ですね、うん、上司の方がもう今でもそういう態度ですね。8日間待機とそこで。そうですね、それはちょっと一番辛かった。それはなんか果てしないですね。まあ1日待機とかだったら分かるじゃないですか。もう直で言われるんですか、あここ8日間じゃあここいたりみたいな。そうですね、何人もいて、それでソファーもないんですよ。スチールデスクがいっぱいあるんだけどその上で寝る。体痛いし、まあ、風呂も水もないんで体をねトイレ行って水使って拭いてみたいなことや。ホームレスみたいな生活を8日間やるのは暑くて嫌だった。これ過酷ですね。ホームレスだったらあの涼しいところへ移動できるじゃないですか。僕ら移動しちゃいけないです、その部屋からそれ過酷だったですよ。そうですね、そういった意味ではこの8日間は一番辛かったかもしれないですね。へえ、そういうことがあったんですね。あったんですよ。やっぱ思い出しますか、いろいろ。鮮明に覚えてますか。鮮明に覚えてますね、これまでの任務であったりとか、うん、全然覚えてますね。だから取り調べの時も覚えてるし、まあなんていうんですかね、失敗のこと覚えてるし、張り込みのことも全部覚えてます。失敗とかってあるんですか、やっぱり。失敗とかあるんですが、失敗しないことになってるんですよ公安は。絶対失敗しないんだよ。で今聞かれても、あれ失敗じゃないですよみたいな。あ、そっか、失敗なんかないから、うん、例えば逃げたっていうのがあるんですよ。まあ基本的に逃げたことないんだけども、転身っていうの。転身、他行っちゃった。ほうほうほう。要するに危ないから移動するんだけども、はい、逃げたってことになるんだけども、口の悪い人はね。はいはいはい。それ転身って言うんですよ。へえ。あ、実際はいるんですね。進むことを転じただけみたいな、こっち進んだだけみたいな。ああ、なるほど。まあ、ああ、なるほどなるほど。日本語ってね、すごいいい言葉ですよ。はい、でもなんかまあ明確なミスってあるじゃないですか。もう目に見える。そういうのはね、しないんですよ。あ、そうしないんですね、そもそも。うん、基本的にね、そういうことをしないタイプなの。で周りにした人いなかったんですか。そいつも全部懐柔しちゃう。焼肉おごったりとか、いろんなあのところで高い酒飲ましたりして忘れてもらう。へー、恩義あるっしょみたいな感じで、はいはいはい、言わないんですけどね。はい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 、うん、あ、じゃあそこはもう連携して、まあ、失敗はなかったって今でも言えるってことですか。そうですね、今でもまあその人たちが失敗じゃないって言うんだったら失敗じゃないんです。例えば裏切ってで新聞に流すとか、はい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 、メディアに流すようなやつがいるとして、だいたい男らしい男がそういうことやるんで一命落として、じゃあテストステロンっていう男性ホルモンの やってる仕業だろうっていうと、男性ホルモンのテストステロンっていうのは女性にも向くんですよ。ほうほうほう。そうすると女の一人や二人いるべみたいな、調べると出てくる。そいつが例えば、まあ、民間企業行って、まあ教師になるとするじゃないですか、はい、終わりにしようみたいな、ジャバーみたいな。なるほどなるほど。ガーみたいな、もういらないみたいな感じですか。そういう感じですね。じゃあ必要な情報だけが入ってるっていう状態ですか。そうですね、その時そいつの自由を奪うようなネタは持っといて出さないみたいな。へえ。で僕は快活な、まあ要するに先輩として飯を食ってるだけで、じゃあねみたいな、殺すぞお前みたいな感じで。いや怖いって怖いって。今まではそうだったんですよね。だ1分後にこのドアを開けたら撃たれるかもしれないんですよね、うん、まあ要するに金いっぱいもらったやつがね、殴りに来るかわかんないんでね。あ、そこでドドンって始まっちゃうかわかんないんで。そうですよね。それいつぐらいに持たれるんですか、そういう覚悟って。も小学校ぐらいの時早い早いな。書類を偽造するじゃないですか、鉄工所で働くために。はい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 、12歳は15歳。その時からもうこういう考え方ですよ。あ、じゃあもう結構なるべくしてなったじゃないですか。背は高いと。うんうんうん、で、まあ、170センチぐらいあったわけですよ。で、顔が子供の顔だから眼鏡かけるとかなんかすればいいんじゃないみたいな。そういうことをまあやられてて。やってましたね。ちっちゃい頃から。ええ。ひたすら、じゃあ小さい時そうじゃないですか。今って基本的に何やられてるんですか。今漫画の原作をやってる、はいはい、それから、まあ、長報もやってますけども。あ、長報もやってる、うん、長報やってる。自衛隊の人が9割9分のですね、日本安全保障危機管理学会っていうのが、はいはい、九段南ってところにあるんですが、はい、これは理事長からして全部陸将だったりして、で幹部全部と自民党の衆議院議員では16人ぐらいいて、はい、で僕インテリジェンス部会っていうのをやってて部会長なんですよ。あ、今ですか、うん、だからインテリジェンスやってるのと漫画の原作やってるのと
学校で教えてるの。3つぐらいですかね。ああそうなんですね、うん、お忙しいですか。忙しくもないですね。そこまでなんかやる、やることはないですか。だいたい嘘ついて時間ずらしたりその間2時間とか寝てたりするんで大丈夫ですね。そこ上手い具合になんかやられてる、調整されてるんですね。だからセキュリティコンサルティングをやるんですよ、企業の社長に対して。はい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 。1時間ぐらい送っていくと1時間ぐらい寝てるんですよ。でそれでパッと目覚めたふりして、で社長に会って喋って、うーん、で2時間喋んなきゃいけないところを1時間40分ぐらい喋ってあと20分ぐらい寝てる。なるほどって感じですかね。調整されてるんですね、うん。なんかじゃあ今後やっぱり情報社会になってきて、そういう、まあ、セキュリティの面、さっきも言われてたセキュリティってすごい今後大事になってくると思うんですよ、ええ、で特にそういう犯罪がやっぱり多くなってくると思うんですよね、企業さんとか。そうですね、例えばまんべんなく人間とこんなもんだって情報を集めたら覚悟決まるんですよ、みんな。ほう、生きてきた環境がちょっと違いすぎましたね、ちょっと ねただやっぱりタックがやってるね、いろんなまあ、YouTube のね、はい、多岐にわたるいろんな項目っていうのはね、あれ参考になりますよ。あ、本当ですか。あれだけ見てても人間ってわかんじゃないですか、生きてるんじゃないですか。まあまあまあ、そうですね、そうですね、うん、確かに、まあ、多岐にわたるっていうのは、そうですね、まあ、全部を包含してる感じがするんです。いや、だから最近になってというか、それこそ昨日そういった話を機会があってしてたんですけど、なんかまあ経験は、僕はまだ年齢が若いので、そういったでもなんか死ぬような経験とかはまだしてないんですけど、でも25以上で26だし、福岡県っていうのいい位置にあるんですよ。で26歳って言っても56歳ぐらいだろうと思って、実はこの人は。ただフィジカルに26年間使った、まあ要するに人間としてのそういったその体だろうと思ってですか。ああ、なるほどなるほど。その密度で言うとってことですね、うん、密度で言うと多分56歳ぐらいかな、はい、ちょっとまあいろいろお話しさせていただいたんですけど、はい、じゃ最後にですね、個人的にちょっとすごい気になるところが、はい、まあ一番頭に戻るんですけど、プロファイリングっていうところ、まあ、これって人、まあ、その犯罪性だったりとか犯人の行動だったりから、証拠だったりから、犯人像がこういう人だなみたいな。そうですね、特徴、まあ、今なんか FBI が4つぐらい特徴に分けたのを出してるとか、そういうのが徐々にプロファイリングっていうのがこう、まあ主流になりつつあるというか、ちょっと大事な要素の一つになってるじゃないですか。そうですね、僕あれって人間関係にもすごい使えるなと思ったんですよね。なんかそうですね、 FBI が、はい、世界の警察からいろんな人を呼んで、はい、何ヶ月とか訓練してまた戻すんですよ、はい、FBI イズムっていうね、まあ要するにその考え方を頭の中に埋め込んで返しちゃうってことやってて、はい、みんなそれの洗礼を受けてるんですよ、日本も西側の国はみんなね。それで行くと、じゃあ北柴さんが思う、これだけ僕ちょっと知りたいなっていう個人的な話なんですけど、これがある人信用しちゃダメだよっていう特徴。そうですね、臭いやつダメですね。でもそれマジですか。マジですね、理由としては臭いやつってね、風呂入んないっていうのあるし、はい、息が臭かったり、はい、いろいろ不潔じゃないですか、はいはいはい、それはまあ対人関係において相手に対して超失礼なんですよ。はあ、なるほど。で不快な感情を持たれないようにしてくるのが最低の礼儀なんですよ、うん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 、臭いやつはダメ。うん、臭いからダメだなと思って呪い殺したことが何回かあるんだけども。そんなわけないじゃん。そんなね。ああそんなわけないって言ってくれるとありがたいんだけど、本当に人がいっぱい死んでるんで、まあそれはいいんですが、臭いのダメですよ。へえ。風呂入んないけども水で、タオル使って体拭いてますみたいなやつはいいと、うん、ああなるほどなるほど。その最低限努力をしてるのは大丈夫だと。そうですね、だからそういう努力をしてくださいと、対人関係で。それはあれですか、北島さんが臭いやつを嫌いだからダメって言ってるわけではないですよね。わけではないわけではないですね、うん、なんか他の分野とか、まあ、例えばですけどお仕事関係で会った時に、あ、なんかちょっとこの人臭っと思ったらあんまりやめた方がいいってことですか。そうですね、近寄らない方がいいですね、うん、なんかいろいろ理由はあるんですか、その心境的なとか、その心理的なもので言うと。いや、臭いやつはエゴなんですよ。はあ、いいことでしょうか。だからエゴなやつは自分との人間関係でもプラスになるとかプラスマイナスゼロになるとかはないので。はあ、なるほど。そこで基準を定めてもいいでしょう。あ、いいですね、いいこと知りましたね。やっぱ良かったです、ふざけてなかったですね。ふざけてると思ってたでしょ皆さん、またって。ちゃんと理由がありましたね、 すごい理由がありましたね、しっかりとした。あ、臭いやつには気をつけろと、エゴが多い人ということですね。はあ、なるほど。 いや、ありがとうございます。だから、はい、仕事でね、はい、例えば
IT 産業とか、はいはい、メディアもそうですけども臭いやつっているんですよ、はい、時間ギリギリに来て臭いみたいなね、はいはいはい、忙しいかもしれないけれども15分ぐらいね寝る時間とか休む時間とか削ってね身だしなみっていうか不快感与えないように努力するってことが大事だと思います、うん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 、ということでございます。いやさ北島さんありがとうございます。いや、今日はなんかちょっと最後に北島さんの方からなんかお伝えしたいこととか宣伝とかってありますか？そうですね、はい、僕が一番やりたいのは漫画の原作が好きなんですが、はいはい、それが転じて、はい、映画になったんですよ7本ぐらい、はい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 、自分も出てんですけども、はい、出てたら全然自分の原作と関係ない戦隊物でなんかこんなことさせられたことあるんだけども、はい、もっとやりたいと思ってあそういうの、うん、あそういうお仕事の方がやりたいんですか？そういうお仕事やりたいですね。へー、うん、あそうなんですね。そうなんです実は。え、好きだったから好きなんですか映像系が？戦隊物好きなんですよ、ね、ああそうなんですね、うん、いやオファー来るんじゃないですか戦隊物の。来るといいですね。絶対だって戦隊もノファーなんかしたらその場でぶちのめされそうな、いやイメージが世間的には結構ついてるんじゃないかなと思うんですよ。そうですね、はい、世間のイメージと全然違った通りに来てるんで。全然違いますね、うん、違うんですよね、じゃあちょっと次の戦隊ももしかしたら北芝さん出てる可能性ありますね。 ありがたいですね。ありますよ、超ありがたいですね。戦隊もののオファーある方北芝さんありがとうございます。ぜひさあ初めてですこんな戦で今日は、まあその公安の実態というところで、いろいろとお話しさせていただきました。本当ありがとうございます。ありがとうございました。ただですねやはりちょっとこう気づかないうちにいなされてるような状況がちらほらやっぱありましたね。なんかそこにこう喋っててこうごまかす方っていうのは何でしょう、4割ぐらいでごまかすので、あ、言いたくないんだなってこっちが察するわけですよ。多分それって僕素人なんだろうなってすごい思いました。 99% 答えてるようで革新的な 1% 答えない、これが僕プロの技術なんだなっていうのをちょっと今日知れたので、ちょっとそこは真似したいなと思います。僕はあからさまに嫌な雰囲気を出すんですよ聞いた時に。もう言っちゃうんですよ、詮索しないでって自分のこと詮索しないでくれって言っちゃうんですけど、なんかそこをこう面白い話とかエピソードの話に持っていくで自分のペースにするっていうところはこれはとんでもない話術だなっていうのはねものすごく感じましたね。ちょっとこれは僕帰ってみたいですね、どういう風に映ってるのかっていうのはそんな感じ。はいはい、の機会があるとして、はいはい、ここにプーチンチンとかをお座りさせたいとここで、うん、で僕はロシア語で聞くので、はい、なんか質問とか投げかけていただいて僕が翻訳するってことやりたいですね、やりたくないです。やりたくないですか？すいません。ちょっとぜひ次の機会もありましたらぜひよろしくお願いします。はい、本日は元公安の北島健さんをお招きいたしました、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでちょっとまた今緊急で動画回してるんですけど、ちょっとどっちか考察必要やなと思って、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、こんなもの撮影する予定ではなかったんですけど、今対談を終えて実はねもう一個北島さんにささやかれてる噂があるんですよ。それが何かというと、ほんまにあの人公安なのかっていう。でも今日の対談どうして皆さん見た感じどんな印象を受けましたか？僕ねあの方がパーって喋る絶対年齢につながるようなことをこの2時間ぐらいの対談を通して言わなかったと思うんですよ。僕何かこうネットに載ってない情報がどっかから出てくるんじゃないかと思ってたんですけど、ネットに載ってるもの以外の北芝さんの情報は1ミリも出てこなかったこの2時間で。それが今回たまたまなのか、まあ、わざとなのか、僕はねわざとなのかなとは思ったんですよね。ちょっとこうなんでしょうね、異様な感じ しませんでした？ちょっと今までに会ったことないような雰囲気というかをすごい感じたんですけど、結構年齢ご高齢だと思うんですけど、喋りのスピードであったりとか頭の回転であったりとか、そこから付随して出てくる事件とか出来事であったりとかが、まあ、全部正確だったんじゃないかなみたいな知識量がですね。だから僕がごまかす時ってなんか知らねえ時とかのごまかし方とかって結構あるんですよ。あーとか、あーですねですねとか知らないのに、そんなことは絶対やらなかったじゃないですか自分足でこうバー喋ってたんで、どっちやろうとは思ったんですけど、やっぱ公安なのかな公安なのかな、元公安で呼んでおいて公安なのかなはちょっと失礼かもしれないんですけど、じゃあまあこれはちょっと皆さんにどう映ったかですよね。またなんかますます分からなくなってしまいましたね、どういった人なのかとか。
やなんかねちょっと怪しかったんですよ。っていうのも打ち合わせの時僕ちょっとピクッとしたことがあって、っていうのが北芝県ってこう調べるじゃないですか、検索かけると一番最初に皆さんがあこの写真なら見たことあるなみたいな馴染みのやつ出てくると思うんです。その写真を、まあ、パンフレットに使用させていただいたんですよ、台本に。だそれをパッて見て北芝があらこれいつの写真だっつってボソッて言ってパッてやったんですけど、いやいつの写真だっていうかもうそれが結構もう題名というか、北芝県といえばこの写真みたいなのを見てボソッとあらこれいつの写真だろうみたいなこう言ってたんですよ。そんなわけなくないと思ったんですよね。わかります、こう言ってる意味、なんか変やなってみたいなのがあったんですよね。あの人もしかしたら北芝県じゃない説ある、偽芝県来たんで。いやなんかちょっともうちょっと迫りたかったんですけども切り込みはなかったですね。で特にこれ聞けないだろうみたいな、もともと NG 札上がるだろうと思って用意してた質問とかをすると通常の10倍の長さで返してくるんです。あれも技術だなと思ったっす。聞かれたくないことを聞かれた時にとんでもなく長い話をする、そしたらもう次行きたくなるんですよね人って。まあ最初からなんですけど台本の時から打ち合わせの時から、なんか聞かれたくないことを聞かれた時にあそれ来たみたいな感じの雰囲気を出した後にめちゃくちゃ長い話をするっていう癖を気づいて、めちゃくちゃ長かったんで多分カットされてるとは思うんですけど、質問の中でも結構こう長い話でこうやるっていうのがあったんでそれ使えるなと思いましたね。なんか聞かれたくないこと言われたりしたらめちゃくちゃ長いことになる。本物かなやっぱ、まあ、それはちょっと皆さんの判断にお任せしたいなと思います。ちょっと気になりますね、個人的に調べてみようかな、どこまでの経歴を探せるのか。すいません、ね、急にまた追加したんですけど、はい、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。